次は夜が丘霊園前、夜が丘霊園前。真心と笑顔の墓石作り、墓石のことなら何でもご相談ください。夜が丘石材店もこちらでお降りください。話聞きたいですか？はい。怖い話聞きたいですか？いえ。怖い話聞きたいですか？それはこんな風に暗くて寂しいある夜の話。山あいの一本道を路線バスが乗客を一人も乗せずに走っていた。とある団地の停留所に深夜にもかかわらず女の子が待っている。運転手はバスを止めたけれども誰も乗ってこない。運転手は見間違いだったと思いドアを閉め、再びバスは暗い寂しい道へ。するとどこからか小さな甲高い声で、降ります。目を凝らしてバックミラーを覗き込むと、運転手の後ろの座席に女お人形がポツンと座っていたの。降ります。あなたも怖い話聞きたいですか？知ってる？ジェットババアって。ジェットババア？何それ？知ってる。夜中車で走ってると出るんだよね。道路の端っこよっぽよぼのおばあさんが一人で歩いててさ、それを車で追い抜くと追っかけてくんの。すっげえスピードでね。ローラースケート履いてんだべ。履いてねえよ、ジェットだろ。でね、並んで走ってきてこっち見んの。目が合うと死んじゃうんだよね。そうそう、人命犬も追っかけてくんだよね。あと首なしライダーとか。いや、人面犬なんか怖いっしょ。怖くないよ。おい、あれジェットババア？なわけねえだろ。でもありえなくない、こんな時間に。あああなんだ今の、なんだよ。追い上げてきた。で、それがジェットババア。わかんない、人面犬かな。でも足が8本あったんでしょ。犬じゃないよ。顔は人間なんだって。うわー、それキモいキモい。で、それはいつ頃の話？知らない。え、今年なんじゃないのねえ。うん、今年今年、先月とか。でね、その大学生たちの車ガードレールにぶつかって全員死んじゃったんだって。じゃあさ、君たちその話誰から聞いたのかな。なんだよこれ。え、あのこの前取材した四つん這いで走ってるよ。そんなの、なんだよこの最後のさ、これまでの
都市伝説と同じく結局誰も見たことがないってなんだこれ。この前聞いてましたよね、山崎さんも。聞いてたよ。うちはさ、科学雑誌じゃないんだからさ、本当にあったことにすればいいんだよ。あ、そうですか。あとさ、タイトル長いよこれ、四つん這い人間って。もっと短くできないか。例えば人面犬とかさ、ジェットババアとか。あれだ、会社の残業で帰宅が深夜になってしまい、人気のない夜道を一人で歩いていた時のことです。はっきりと誰かに後をつけられてる気がしました。その場で気を失ってしまい、気がついたら朝になっていました。あれは雲女だったんでしょうか。どうでしょうかね。すごい反応でしょう。売り上げも普段の 120%。 これメールね。今週は8ページでいきましょう。頑張って。本当にいたんすかね、雲女。だったらマジ怖いっすよね。いるんじゃないの。俺全部目撃証言だからさ。俺こういうの苦手なんすよ。いいから早く読めよ。私が聞いた話では、昔あるところに雲が大嫌いな女の人がいたそうです。クモは家の中の害虫を食べてくれる役に立つ虫だと昔から言われてきましたが、彼女にはそんなことは関係ありませんでした。しかしある夜、今までに殺したクモたちの恨みを買い、体がクモと合体してしまったそうです。クモ女は昼間は普通の人間らしいです。でも夕方になると、いつもお金を払わないで飛び出していくそうです。クモ女は襲う相手に糸を巻きつけるそうです。クモ女に襲われた人は蜘蛛人間になるか、蜘蛛の糸でぐるぐる巻きにされて殺されるそうです。私が聞いた話では、二重まぶたの人が殺されるらしいです。すっごい二重だね。もうやめてくださいよ、マジ怖いっすよ。大丈夫だよ、襲われても。ほら、蜘蛛女に襲われても助かる方法があります。ほら、蜘蛛女に襲われても助かる方法があります。べっこうバチ、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 べっこうバチ。べっこうバチというのは蜂の一種で、蜘蛛の天敵らしいです。べっこうバチ、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 べっこうバチ。なあ、はい、なんでこれこんな多いの。これ使えるやつ。まあ、差出人の辞書で分けてるんです。同じ住所じゃない、これ。そうですね。ああ、これもっすよ。これもっすよじゃないよ、お前。ここが噂の出所でしょ。そっか。
うわマジ怖いっすね。本当にいるんじゃないですか蜘蛛女。お前さ明日ここ行ってこいよ。え？勘弁してくださいよ、俺そういうの苦手なんすよ。蜘蛛女がよく出没するのは神谷市の北にある23号バイパス下太田トンネルのあたりです。私の友達もそこで蜘蛛女に襲われました。どうしたのここの原稿。あ、今あの長谷川が言ってるんですけど連絡取れないんですよね。ただいま電話に出られません。何やってんの。あなたは何やってんの。行きなさいよあなたも。夜までに戻ってくれば締め切りに間に合うでしょ。はい、昨日もその話しましたよ。そうそう長谷川さんって人。そうなんだけどさ、よく来るの蜘蛛女って。私たちは1回しか見てませんけど。どんな人かな。服もカバンもなんか古臭い感じで、靴も擦り切れてて、ストッキングもボロボロで、競馬新聞読んでました。ああ、あのさ、なんか食った後にさ、こう四つん這いになってこれ食い逃げするんでしょ。そうみたいですけど。みたいですって見てない。私たちバイト終わって先に出たから。ねえ、で誰が見たの。違うシフトの人。え、お客さんの後って聞いたけど。あっさ、いつもキノコのパスタ注文して、自分で持ってきたラー油ドボドボかけて食べるんですよ。ラー油を中蓋取ってやって入れ物の半分ぐらいかけちゃうの。コーンスープにも色が変わるくらいドボドボかけてた。いつもあの席に座って。え、いつから。え、あの人なの。領収書、田中でちょうだい。田中様ですね。しっかり金払ってんじゃん。あの蜘蛛女って本当？はい。誰かここで襲われたの蜘蛛女に。はい。嘘でしょ。本当です。だって見てないんでしょ蜘蛛女。それはそうですけど。やっぱりな。でも襲われたのは私の友達ですから。じゃあ君から手紙くれたの。警察とか全然相手にしてくれないから。こんにちは。どうぞ。これ新学期始まってから今日までの授業内容。こっちが英語でこっちが数学。大丈夫明美、この人は大丈夫。
怒ってるんです。誰も信じてくれないから。いい、明美、この人は雑誌の取材の人。明美の話ちゃんと聞いてくれるからね。話して、あの日のこと。ありがとう。あの日部活で学校から帰るのが遅くなって、普段はあの道全然使わないんだけど、あの日はたまたま早く帰んなくちゃいけないから、あそこ自転車で通って、そしたら後ろからすごい足音が聞こえてきて、私振り返ったんだけど、遠くに女の人がゆっくり歩いてるだけで別に変に思わなかったんだけど、距離が全然縮まんなくておかしいなって思ってたら。明美、ゆっくり落ち着いて。いいかな。ですね、なんだっけ、学校のこう部活で遅れたんだよね、確かね。それで遠くに女の人がゆっくり歩いてるだけで別に変に思わなかったんだけど、距離が全然縮まんなくておかしいなって思ってたら、女の人が急に四つん這いになってこっちに近づいてきて、大きな口開けて飛びかかってきて、目が八つあって、足もすごいいっぱいあって、がっちり動けないようにされて、口から糸出て、そしたら全然動けなくなって、私怖いから声出そうとしたんだけど、口も鼻も糸まみれで塞がれて全然動けなくなって、いつの間にか気を失ってしまって、次に気がついた時は体も糸でぐるぐる巻きにされて、トンネルの天井から吊るされてて、頭が下だから、私苦しいからもがいたんだけど声が出なくなってて、でも擦れた声だけは出て、それはこんな感じの。何してるんですか。おばさん、お邪魔してます。どちら様ですか。私、週刊マドマゼルという雑誌の山崎と申します。お宅の娘さんのことで。娘が何か。先月だっけ、先月の事故のことで娘さんに話を。話ってどういったお話でしょうか。おばさん、私今日は明美に授業の内容を伝えに来ました。そう、ありがとう。お邪魔しました。この子まだショック状態がひどいらしいので、知らない人にはなるべく会わないようにってお医者様に言われてるんです。あ、そうですか。すいませんでした。あの、もう本当お構いなく、もう置いてましますんで。あの、もう失礼しますんで。でももうすぐ置いてましますんで。あ、スリッパ、すいません、気づきませんで。いえ、あ、あの、いや、どうぞ。あ、すいません。あの、うちの雑誌買っていただいてるんですね。お母さん、あの、明美ちゃんの話どう思われますか。あの、雲女ですか。ええ、これなんですけど。これがあの子。ええ。そんなバカな話あるわけないですよね。ほんと、あの子も困った子で、私もなかなか昼間うちにいていられないもんですから、寂しい思いをさせてるとは思うんですけど。お父様は。死にました、あの子が生まれる前に。失礼しました。この絵、山崎さんがお描きになられたんですか。あ、いえ、こういうのは別にイラストレーターっていうのがいまして、僕たちは普段描きません。すいません、何も知らなくて。生まれてからこの街出たことがないもんで。あ、いえいえ、あの、僕絵下手なんで、描けって言われても描けないですよね。雲って残酷ですよね。
知ってます？クモの交尾。いや、クモってメスの方がオスの何倍も大きいんですよ。で、交尾が終わるとオスはメスに食べられちゃうんですよ。残酷ですよね。それってカマキリじゃないですかね。クモですよ。クモの話ですよ。あ、そうですか。それは確かにカマキリもそうかもしれませんけど、クモの中にもそういう種類はいるんです。クモ女は昼間は普通の人間らしいです。でも夕方になると、あの、僕も失礼するんで。マジ怖いっすよね。俺こういうの苦手なんすよ。やめてくださいよ。マジ怖いっすよ。長谷川、怖いっすよね。俺こういうの苦手なんすよ。やめてくださいよ。マジ怖いっすよね。俺こういうの苦手なんすよ。やめてくださいよ。勘弁してくださいよ。本当だったでしょ、クモ女。知ってる？ジェットババアって。ジェットババア？何それ。知ってる。夜中車で走ってると出るんだよね。ローラースケート履いてんだべ。履いてねえよ、ジェットだろ。でね、並んで走ってきてこっち見んの。目が合うと死んじゃうんだよね。そうそう。おい、あれジェットババア？なわけねえだろ。でもありえなくない、こんな時間に。最初はいつもみたいに取材にでも出かけたと思ってたんだけど、月末になっても家賃の振り込みがなくてね。
清水さんはそういうところ結構きっちりしてるから。それが3ヶ月だろ。これはいよいよ変だと思ってね。それで電話を。ああ、契約書の保証人のとこにあんたの名前が書いてあったから。小手屋さんだっけか。やっぱりあんたも清水さんと同じものかきかい。いえ、あいつとは高校以来の腐れ縁で。ほとんど手はつけてない。前に私が見た時のまんまだ。まあ、驚かないでくれよ。驚く？いや、わかるって。したんだから、まじないかなんかのつもりだったんかね。ちょっと調べてみたいんですけど、いいですか。お好きなように。私はテレビでも見てるから。どうやら取材に出かけたんじゃなさそうです。はあ、勝手に悪いと思ったけど、どうにも喉が渇いたんで。あんたもやるかい。いや、管理人さん。うん、清水のやついなくなる前にどこか行く予定があるとか何か言ってませんでしたか。さあね、覚えないな。いつもなら出かけるとき、私に一声かけてくるんだ。じゃあ、誰か訪ねてくるとか、そういうのはありませんでしたか。管理人さん。管理人さん。
どこだ、どこにいる、お前なんかいなくてたまるか、どこだ、取ってやるから出てこいよ、どこだ。ここは俺んちだ、来るなら来い。チクショー、どこだ、全部あったぜ、隙間、隙間、隙間。私が幼い頃、蒸し暑い夏の夜に見た異様な光景、その本当の意味を理解したのは私が大人になってある忌まわしい体験をした時だった。おばあちゃん、
大人になった私はあの実家を離れ東京で生活していた。まいおはよう。おはよう、レイコ。相変わらず早いね。はい、ん？あ、それ私が来た時から置いてあったよ。誰かからのプレゼントじゃないの？違うでしょ。ちょっと何これ。まゆさ、もしかしてもしかしてさ、福田係長に告られたりしてない？あ、やっぱり。それなんかこの間さ、会社の帰りに係長に呼び止められて、うわ、僕と交際してくれませんかって。来た。でもすいませんって言ったら黙って言っちゃったんだけど。福田係長さ、前に経理の山本って子にも告白して振られたんだけど。嘘。山本さんってちょっと前に？そうそう、辞めた子でね。その山本さんに振られた時さ、あの福田なんて言ったと思う？さあ、呪ってやるって言ったんだって。噂だけどね。でもその後なんだよね、山本さんが会社に来なくなって辞めたの。だから今朝のあれももしかしたらって。レイコ、いるいる。あ、福田だ。やばい。もしもし。大木さん。はい、おはようございます。これさ、ここのとこ間違ってるからさ、修正しといて。母が突然倒れたという知らせを受け、私は実家へ戻った。帰り。どう、お母さん。ただいま。まゆ、おかえりなさい。ほら、いいが横になってて。大丈夫よ。ごめんね、パートが忙しくて疲れちゃっただけなの。いいのいいの、私もちょうどいい休暇になるよ。そうそう、おかげさんで俺もいい休暇だよ。まゆ、ご先祖様にご挨拶は？お父さん、
私が子供の頃この部屋に入りたがらなかったの知ってる？え、そうだったっけ？私この部屋で大きな顔だけのお化けを見たの。顔だけ？私がお化けを見たのって確かおばあちゃんが死ぬ前の晩だったのよ。だから怖かったんだこの部屋。あの晩か、大変だったな。あの晩は入院してただろ、お母さんが。その頃だっけ？そうだよ、入院してて、あの晩お母さんの予定が急に悪化してな、一瞬ヒヤッとしたんだが持ち直してね。そんなことがあったんだ。で次の日の朝帰ったらおばあちゃんが布団で冷たくなっててな、驚いたな。血のつながった親子だし、なんか因縁みたいのがあるのかもね。おーい、なんだよまたかい。お前母ちゃんよく見とけ、今のうちだぞ。帰りなさいよ。お前のために死ぬんだぞ。ちょっと縁起でもないこと言わないでくれよ。ばあちゃん、もうすぐ出るぞ。ばあちゃん何やってんだよ。ばあちゃん、すいませんちょっと目を離しちゃってごめんね。ばあちゃんボケちゃってさ。ほらばあちゃん帰るよ。俺そこだ、そこだ。人材謀殺行人般若波羅蜜多時証券合運会空洞一切空役者。ちょっとお父さん、お母さんいつまで会わしてるの？寝かせた方がいいよ。もうやめとけって言うんだが聞かないんだよ。ちょっとお母さん、体に悪いって。大丈夫よ。なんでよ、絶対体に悪いって。大丈夫。薬部尿税者利子税処方空想不詳不滅不苦不情不増不減絶好。お母さん、舞が東京に戻るってさ。ほら、ちょっと用事ができちゃって。でも今日中には戻ってくるからね。そう。
田係長さ、前に経理の山本って子にも告白して振られたんだけど。今日あげてたんだ。その後具合が悪いって寝込んでしまってな。お医者さんにも来てもらったんだが、過労だからゆっくり休めば治りますってさ。明日もっと大きな病院に連れてってみようよ。ああそうだな。その日の夜はあの幼い頃の記憶と同じ蒸し暑い夜だった。無垢消滅道無知薬無得意無所得行膨大殺体般若波羅蜜多行式無限に微絶身に無色証拠を見る法無限界内心無意薬無明人内心無老子薬無老子人無着し無得意無所得公募大殺他違反や腹見た子新聞経営無経営公務区府法輪一切転倒無足去年半三千勝物違反や腹三脈三菩提高知般若波羅蜜多絶大人衆勢大名衆勢
翌朝、私は自分の布団で目を覚ました。腕のあざは消え、天井のシミも消えていた。そして息を引き取ったのとほぼ同じ時刻に、東京では福田が死んでいた。その後私は会社を辞めて実家に戻った。祖母は母を病気から守り、母は私を福田の呪いから守ってくれた。私はそう信じている。あなたを見つめている一番後ろにいる女の人とはどういう関係？年の頃なら27、8、真っ赤なスーツを着た、色白で細面のとっても綺麗な人。またいるんですか？どういう関係？もう何年も付きまとわれてるんです。最初に見た時も一番後ろの席に座っていました。いい女だし目立つ服も着てるんで、なんだかちょっと気になりましてね。すると前の座席を掴んでガタガタと揺らしてる。酔っ払ってるのかなと思って、私近寄って声をかけたんです。大丈夫ですか？バカな。ええ、バカでした。声をかけた途端、あの女畜生、そして消えてしまったんです。このままにしておくとあなた取り殺されるわ。え？大丈夫、私がちゃんと言って聞かせるから。出てこないわ。やっぱこっちは開放的でいいな。ねえ運転手さん。おお、ハリウッド。ねえ、この辺がハリウッドでしょ。ねえ、でもさ、いくら映画の都っつってももうダメだね。だってほら、最近じゃさ、昔の焼き直しばっかじゃない。昔の人気テレビドラマシリーズとかさ、日本のホラーとかさ、ねえ、そういうの何つんだっけ？え？リメイク。リメイクザムービーとかなんとか言っちゃってさ。
どうなのよそれ。お宅はどう思ってるわけ。いやいいね。おーノー、こっちもまた開放的。やっぱさ、せっかくロスに来たんだから何はともあれパツキンだよね。日本のキャバクラにいるなんちゃってパツキンとはやっぱ違うよ。うー、本場だよ本場。ネイティブ、ネイティブ。はあ、もうワクワクしてきちゃったよ。ああ部長、石黒です。今着いたところです。はい。あ、そっか、どうもおはようございます。はい、何の問題もないです。快適でしょ。はい、そうですね。あ、すみません。明日の9時に先方のお会社の方に行きます。はい、そうなってます。はい、はい、わかりました。あ、いえ、すいません。いや、ちょっとまだ時差ボケが。ここって普段は誰が？平田専務の。はあ、それって愛人ってことですか？はあ、じゃあ今はバカンスかなんかで。へえ、やっぱ重役になるといい身分なんすね。羨ましいな。ああ、いえいえ、わかりました。はい、お疲れ様です。やっぱパツキンか。いいなあ、畜生。寄せよ。寄せって。寄せって。
はい、もしもし、もしもし、あ、ハロー、あ、部長、あ、いえ、何でもありません。え、平田専務が自殺？なんでまた？だって専務はパツキンとバカンスじゃ。あ、いえ、はい、はい、わかりました。そうします、すぐホテル移ります。頑張るなあ、まだ残業か。どうした、顔色悪いぞ。いやいや、そんなことありませんよ。明日の日曜日から休暇を取りますので、貸付返済金未納者のリストをね、住民が作ってるところなんです。休暇先から督促の電話入れんのか、大変だなあ。と一緒にホテルに着いたわ。あなたは予定通り明日の朝には到着できるのよね。みつこがドライブ楽しみにしてるんだから早く来てよね。パパ、お部屋から海が見えてとっても青くて綺麗。パパも早く来てね。19分が最終だって。もしその時間までに来なかったら私は死にます。その最終電車に身を投げて死んでやるから。なんだこれは、貸
付金額が記載された顧客のリストがコピーされた形跡があるぞ。ファイルを開くときに使われた ID の持ち主は覚えがない。監視カメラも確認しましたが、コピーする者の姿は映ってません。うちは信用第一の消費者金融の会社だ。顧客の情報が流出したら大変なことになるぞ。一体誰が？断定できませんが、コピーされた時間オフィスにいたのは深川一人です。なら深川君を呼べ。それは昨日の日曜から休暇を取っていて。休暇？家にいないのか？家族はどうした？深川の妻ですが、主人は昨日の朝旅行先で合流するはずだったのに、今日になっても姿を見せないんです。一体どこに消えたんでしょうか？パパ、パパ、どこに行ったの？パパ。深川が持ち出したのは本店支店合わせて30万人に上る貸付金額とその返済残金が記されたリストです。名簿屋と呼ばれる闇の人間に渡ればその値段は500万とも1000万とも言われています。間違いない。深川は盗んだんだ。反対だ。警察に通報しろ。深川を捕まえろ。降りたかったんですね。え？下に行きたかったんですね。ええ。私もよくやるんです。下に行きたいのに上に行くのに乗ったり、上に行きたいのに下に行くのに乗ったり。あともう少し。本当？じゃあ今どこ？今まだ会社の中。嘘つき、出てくる勇気ないんでしょ。本当だよ、今出るところだよ。恥ずかしいの？そんなに私のことが恥ずかしいの？声潜めて話さないでよ。違うよ。違わないわよ。奥さんや娘さんからの電話だったら、たとえ会社の中でも普通に話すんでしょ？そうじゃないよ、今のエレベーターの中なんだよ。だから、もしもし？もし？旅に出られるとこだったんですね。私たちも旅の最中なんです。そうですか。まあかわいい。お嬢さん。ええ。おいくつ？5歳です。5歳。ええ。お嬢さんも一緒に旅行に。
ええ。それはつらいな。え？目に入れても痛くないでしょ、お嬢さん。まあ、そうですね。愛するものを持つということは、生きることに喜びが生まれる。しかし同時に痛みを受ける危険も伴う。いつか来る別れに怯えて生きることになる。そんな話やめた方がいいんじゃないですか、こんな時に。この方に話をして何の意味があるんですか。すみません、私たち2番目の子を幼い時に亡くしまして、それで。あ、そうでしたか。それは。でも今では一緒です。え？今では心で通じ合えるようになったということです。ああ。まだ会社の中で。やっぱり来る気なんかないんじゃない。娘さんと奥さんから離れる気なんか。違うよ、エレベーターが故障で止まっちゃったんだよ。死ぬからね。忘れないで、来なかったら19時49分最終電車で命絶つから。ダメだよ、間に合わないよ、その19時49分の電車なんて。恨んでやる。来なかったらあなたとあなたの家族ずっと呪って取り付いてやるから。そんな余生を恨むとか呪うとか分かってくれよ。もしもし、もしもし、電源切れちゃってるよ。呪うなんて一体誰が。いえ、生きてる人間が言ってはいけないことだ。いや、たとえ死んでても。どなたか携帯電話をお持ちじゃないですか。貸してください。持ってるでしょ、携帯ぐらい。あなたは、あなたなら持ってるでしょ。いいえ。そんな今時嘘でしょ。貸してください。ないんです、本当に持っていません。使えないんです私、電話を。待てばいい、時間はまだまだある。慌てなくていい。あなたたちにはあるでしょうね。でも僕には。何を焦っているの。何を。誰だってこんなところに閉じ込められたら慌てるでしょ。19時49分の電車。そんなことはいいんですよ、ちょっと携帯貸してくれよ。どうせ間に合わないわよ、19時49分には。あなただってさっきから時間気にしてたじゃないですか。予定があるんでしょ。早くこっから出ましょうよ。予定はあるわ、でもここから出る必要はないの。はい、います。早く救出してください。もうね、1時間近くも閉じ込められてます。すみません、よく聞こえません。男2人女2人合わせて4人閉じ込められてるんです。インターホンの受話器取ってください。受話器。なんだよ。もしもし、もしもし。ああ、よく聞こえます。どうですか、そちらの状況は。どうもこうも温度も上がって苦しいです。みんな脱水状態でも疲れ切ってる。すみません、今すぐ救助に向かいます。30分ぐらいで到着できると思います。30分。このビルの中にいないんですか。エレベーター管理してるのはまた別の会社なんです。大抵エレベーターは設置した会社がビル側から委託されて。ああ、分かった。あのね、とにかく早く出してくれ。こっちにもね、予定があるんだよ。こんなところで無駄な時間過ごせないから。それと。何ですか。確認なんですが、さっき男性2名女性2名とおっしゃいましたか。そうですよ、男性2名女性2名。
別のエレベーターにも閉じ込められてる方がいるということですか？違いますよ。このエレベーター、この箱の中に4人、喋ってるのは僕ですけれども、あと3人。その箱の中にはあなた1人です。え？1人ですよ。何言ってるんだよ。だから落ち着いてください。いいですか、監視カメラでそちらの様子モニターできるんです。映っているのはあなた一人です。そこにあなた一人しかいません。落ち着いてください。私も行きます。もうすぐ出られますから。だから静かに目を閉じて待っていてください。待ちましょう。いくらもがいても逆らえないことがある。受け入れるしかない。やめてくれ。お嬢さんとはまた会えますよ。いつかきっと旅に行ける。どういう意味だ、どういう意味なんだよ。安心しなさい。人はどこまでも旅を続ける。ここで終わってもまたここから始まる。やめてくれ。ないで、お願い、見たくない。もうしません。もう悪いことしませんから。もうこんな悪いことしません。あなたが悪いことしたからじゃないの。川と書いて深川重則さん。共同審判の社員でビルを出てないのはあなただけだ。そうです、深川です。深川重則です。もう大丈夫、我々はビルについています。落ち着いてください。分かった、助けてくれ、もう早く。救助します。お待たせしました。深川さん、ご無事でしたか？大丈夫ですか？助かった。見面か。え、いるだろ、エレベーターの中立ってるだろ、人が3人。もちろんいませんよ、誰も。閉所恐怖症ですか？いえ。こんな時パニック症に陥って幻覚を見られる方がいるんですよ。幻覚？
川さん、病院にお連れします。検査を受けられた方がいい。病院？冗談じゃない、僕正常ですよ。幻覚なんか見てないし。深川さん、私たちの言うことを聞いてください。行きましょう。うるさい、人をあんなところに閉じ込めといて。幻覚、俺は幻覚を見たのか。こんなものを盗んで小心者が大胆なことをするからだ。死ぬからね。来なかったら19時49分最終電車で命絶つから。終わったよもう俺の人生。何にいたしましょうか。ねえ君、そこに人が見えるだろ。人？年寄り2人と女性1人座ってるの見えるだろ。ああ、道の向こうですか。違う、そこはすぐ目の前。皆様、先ほどは失礼いたしました。しかし死の運命は時としてズレを生ずることがございます。皆様が接触したことでも。でもワイヤーに絡んだ死であることに間違いはなかったようです。次の瞬間がその時です。死もむごいものです。しかし死を知るから命というものを実感することができるのです。それでは次の死の現場にご案内しましょう。次は19時49分の最終電車に飛び込む女の人。いいえ、あの女性が死ぬのはここから49年も先のことです。3人の子供と7人の孫に看取られて。次にご案内するのは感染による死です。郊外のとある病院で一夜にして多くの医者と看護師が未知の病原体に感染して凄惨な死を遂げます。では信じて。そんな女ばかりじゃない。男のために真剣になる女もいるの。私は来ることのなかった男を待って自殺したの。銃で頭を撃ち抜いてその男を愛し続けたかったから。Thank you.
怖い話聞きたいですか？怖い話聞きたいですか？うん、聞きたい聞きたい。本当に聞きたいですか？聞きたいけど。これはある年のお彼岸の話。ちょうどあなたぐらいの女の子が家族と揃ってお墓参りに出かけた。毎年しているように墓石を洗い、周りをきれいに掃除し、花と線香を備えて帰ってきた。その日の夜、眠っていた彼女は何かの気配にふっと目を覚ました。闇の中に目を凝らしてみると、部屋の隅にぼーっと何やら白い人影が立っている。彼女にはその人影に見覚えがあった。誰よりも彼女を可愛がってくれた人、彼女の幼い頃に死んでしまったおばあちゃん、昨日行ったお墓の中に眠っているおばあちゃん。でも近頃、彼女はおばあちゃんのことをすっかり忘れてしまっている。お墓参りに行った時も思い出しもしなかった。その次の夜、おばあちゃんは昨日よりこっちに近づいている。3日目よりも4日目より5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 日目より
怖い話、今夜はこれでおしまいです。おやすみなさい。